はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日のオープニングいつもと違いますね。今日はね、あのカメラマンさんいるんですよ。実は侍さんとかでも昔出てたゴリさんこと、はい、まあ今後もちょっと動画でしっかりとご報告させてもらおうかと思ってるんですけど、ゴリさんに僕は編集をほぼお任せするという、まあ、形をいろんなねご縁があって撮らさせていただくようになりまして、で今日なんですけど、あのいつも僕がお世話になってる新橋のクイックさんっていうハンバーグとカレーを出してるお店があるんですけど、ちょっとそこのお店でですね、あのワンコハンバーグっていうチャレンジメニューが、はい、できたとのことで、まあ、今日はちょっとそれに挑みに行く予定なんですよね。だ最近あの僕はあのフードファイターとしての活動はもうほぼ休止状態なので、久々のチャレンジということで、まあ、緊張はしてるんですけど、まあそんなこんなでお店ついちゃいましたね。こちらですね、はい、クイックさんでございます。もう何回もね大食い好きの方は見てると思うんですけど、今日はねこちらのお店でチャレンジをさせていただきたいと思います。じゃあ中入っちゃいましょうか。はい、ありがとうございます。すげえ街ブラロケ見て。はい、ということでね、ただいま店内の方に入ってまいりました。今回ねチャレンジさせていただくランキングだとかメニューの詳細こちらに書いてあるのですが、今回ね挑戦させていただくワンコハンバーグ、制限時間が15分となっておりまして、一応ねハンバーグは1枚 75g らしいんですよ。で今のところね1位がエビマヨちゃん、もうね皆さん知ってますよね。はい、エビマヨちゃんの記録で42枚のハンバーグ合計ね 3.15kg。15分で肉っすよ、やばい記録だと思うんですよ。普通はね、こういうチャレンジメニューって番組とかだったら冷めた形で置いとく形になると思うんですけれども、やっぱりねこのお店さんなので一番美味しく食べてほしいということで、結構、ね、焼きたてが提供されるらしいんですよ。あ、焼きたててくるんですか。はい、だからまあおそらくなんですけど、上あごはさよならするんじゃないかなと。はい、おそらくね予想的には。まあでも本当にそのお店さんのそういった美味しく食べてほしいって心意気、僕もね本当に嬉しいので、まあ、その条件下のもと本気でね久々にチャレンジに挑もうかと思っております。じゃあもうねジュージューとあんな感じで焼いていただいてる状態ですので、うわうまそう。僕の方もねちょっとカメラとかいろいろ準備して、早速ねチャレンジの方に挑戦したいと思います。やばいな、久々だなこれ。あ、この空気が久々だな。あー、1ヶ月近くまともにチャレンジメニューってやってないかもしれないです。マジでやだ。毎回この瞬間が一番嫌なんですよ。もうちょっとガチなんでベルトも緩めます。そこも。あ、そうだ、あとちなみにあの説明さっきし忘れたことが1点だけあって、ハンバーグの方ですね、これちょっと見てもらうと分かるんですけど、はい、1巡目はトッピングが乗ってるらしいんですよ。あ、チーズとか目玉焼きとか大根おろしとか、はい、はい、やっぱりねこれはお店さんのあの美味しく食べてほしいっていうご配慮の一つみたいで、はい、ただこの10杯目以降の2巡目はもうドノーマルのハンバーグのみらしいです。こういうのあると楽しんじゃうんだよな最初。前回の動画でもお話ししたんですけど、マジでクイックさんのこのハンバーグ大好きなんですよ僕。ゆっくり食いたかったな。本音が出てる。そろそろ本番待っちゃいましょうか。はい、じゃあ、 あの5秒前からカウントお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、では行きます。はい、5、4、3、2、1、スタート。よし、いただきます。とりあえずノーマルのハンバーグから攻めていこう。よいしあ、うん、当てだ、うまっ。、うん、
あ、あります。あ、全然違う、合ってる。あって。あ。うん。マジで肉汁が飛び跳ねるここら辺で。すごい。出来たてなんですね。もう焼きたて、もう出来たてどころかまだ焼いてますからね。うん、どんどん熱いですね。うまいけど、あっち。もう5分早っ、うん、あま、
いや、50行きたいな。残り8分です。短っ短っ。今来ましたよ。ゴリゴリやったて。あれやばい。今できたね。うん。ああ。また肉汁すごいから、ほんと冷めないんですよ、これ。見えるかな、これ。もうお椀の中がね、もう脂がすごいのよ。ほんと、すごいですよね、ほんとこれは。もうかっこいい。もうだって外の気温はほぼ秋なのにこんな汗かくやついます？これカメラ越しだと分かるからすごい。なってその汗なんですよね。夏かな。もうこれ残り6分です。あ、やっぱ6時でした。6時誰かタイマー早めましたね。誰も触ってないんだよな。じゃあどうに5分でこの次の10は行きたいですね。だんだん焼いてから持ってくるまでの時間がね、短くなってくるんです。
待って冷やですね。やりでサウナ後みたいな。うわー、当たった。回数は11杯ですね。11杯。3825g。うわなんとか50はいきましたね。ね、でも今回のチャレンジは本当にね、お腹いっぱいとかじゃないんですよ。やっぱり量で言ったら 4kg 未満なんで、苦しいとかはないんですけど、しっかりジューシーなハンバーグなんで、量を食べるのも本当にきついし、なおかつ暑さですよね。暑さ、ていうかだってもうチャレンジの、普通お肉系のステーキとかでもハンバーグでも どっちでもなんですけど、やっぱステーキのチャレンジって基本3キロから4キロで制限時間30分とか、まあ、それ以降45分とかそんなもんじゃないですか。その量を15分で食うというね、ね、本当に鬼畜チャレンジですよ、マジで。やっぱ硬くなってるよりはあったかくて柔らかい方が最高にうまかったんで、でも本当にこのお気遣いのおかげでやっぱ最後まで美味しく食べれたので、これはもう本当にありがたいなっていう感じですね。ということで、今回のチャレンジメニューに関しては
無事ね、現段階では1位という記録を、残せましたので、まあ、個人的にもね、まあ、大満足かなと思います。またね、僕の動画の方とかでもクイックさん他におすすめメニューだったりとかいろいろ撮ってる動画ございまして、本当にね、この大食いメニュー以外にもいっぱい美味しいメニューございますんで、ぜひね、皆さんも気になった方はこちら新橋にございますクイックさんで美味しいカレーやハンバーグ食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ただあともう一つ、ちょっと公言通りですね、上顎はなくなりました。いやー、美味しかった。ありがとうございます。で、ごちそうでした。いやクイックさんはチャレンジするとこじゃないですね。こんだけ美味しいもの食べるんだったらやっぱりね、ちゃんと食べるべきお店です。次回は緊急事態開けた時には夜のメニューでお酒飲みながら紹介したいですね。川崎のね、あ、いいですね。でもぜひ気のいいサラリーマンさんがいたらカウンターで仲良くなって話したい。確かに。